現在沖縄4日目、2022年、正月元旦です。ここは砂浜だけど、これは軽石の浜。うわ、これ全部軽石ですね。軽石が押し寄せてきて、船がもう軽石の中にはまって動けないようになってますね。すごいなぁ。うわ、なんか雪の上を歩いてるような感じでザクザクしとる。うわうわうわ、これだけ押し寄せてきたんだね。軽石のなんか石というよりもその砂やね、砂が海に押し寄せてきて、はあ、今沖縄の海岸線を歩いてるんですが、これ見て、ほら。うわ、これ白い砂浜ができたのかなと思ったら、そうじゃなくて軽石の砂で船が埋まってます。そこ行ってみようか。よいしょよいしょ、っうわー、広い ここはもう、あ、この下にはかろうじてまだ海水があるけれども、ここは水が溜まってるけど、あら、そっか、表面に石がずっと覆ってるって感じだね。軽石の砂が覆っていて、本当だったら今砂に埋もれたような状態になってるけど、これは表面だけ軽石が覆ってるという感じ。こうやって見ると砂の中に埋もれてしまった座礁した船みたいに見えるけどね。あ、そうか、こんな感じなんだ。
こ歩けると思って行ったら落ちてしまうね。すごいね。この砂浜も全部一面覆われと。これはどうやって撤収するんだろうね。ザクザクとまるで雪の上を歩いてるような感触。これはちょっとやそっとでは足跡が笑ってるわけではないけども、はははははの足跡。本当はこういう砂浜、砂地なんだけども、そこにこの軽石の粉が流れてきて堆積してしまった。これはどうだろうね。しばらくの間これなんかどっかに行ってしまうというものでもないしね。軽いだけに厄介なんだな。ここはどうなんだろう。ここも水かな。ここ水があるけれどもすごく層が厚いね。ここまでは海水が来てるんだけれども、海の表面をこの石が覆ってます。あれ、どっから降りてきたか分からなくなった。着くか。はい、ということで2020年沖縄に来てますが、沖縄の海は今軽石で大変なことになっているレポートでした。自然災害やからね、誰のせいでもなくて、水冷のエンジンとかビルシとか、石投げようと思ったらこれも軽いですね。チャポンと漏れてしまうね、中に。マジで、あ、こっちか。あ、本当ならすごくいい海岸線なんだろうけれども、すごく大変なことになっている沖縄の海という感じでした。よいしょ。はい、以上、沖縄の軽石のレポートでした。なんとか早く回復してくれるといいなと思います。